ユリウス・アルノシト・ビレーム・フチークは、チェコの作曲家、軍楽隊指揮者。生涯の大半を、軍隊の吹奏楽で指揮者として過ごした。フチークは多産な作曲家で、300曲以上の、更進曲やポルカ、ウィンナ・ワルツを作曲して、名を馳せた。作品のほとんどが軍楽隊のために作曲されている、ことから、時に、ボヘミアのスーザとも呼ばれる。現在でも、 チェコでは、プチークの更新曲が愛国的な楽曲として演奏されている。しかしながら彼の名声を世界的なものにしているのは、最も有名な、幻想誌の入場ベジェズド・グラディウタルが、世界各地のサーカスで、ピエロ登場のテーマ曲として用いられているからに、他ならない。プチークの墓オーストリア・ハンガリー二重帝国地下のボヘミアに生まれる。学生時代は、 ファゴットやバイオリンなど様々な楽器を弾きこなし、後にドボルザークに作曲を指示した。1891年にオーストリア・ハンガリー第49不評連隊に軍楽隊員として入団。当初はドナウ川沿いの町クレムスでヨーゼフ・フランツワーグナーの指揮のもと演奏を続けたが、後にビーンの軍楽隊に入った。1895年には軍隊を離れ、プラハは ドイツ劇場の第二ファゴット奏者の地位に就任した。1年後に、プラハシ管弦楽団の主席指揮者や、クロアチアは、試作詞のダニ探し商団の指揮者に就いた。この間にフチークは、たくさんの室内楽曲、中でも、クラリネットやファゴットのための商品を作曲した。1897年に、サラエボ第86不評連隊の楽隊指揮者として、入団。 その直後に、最も有名な作品、剣闘誌の入場アインツクでア・グラディトレンを作曲した。現代は、半音階的大行進曲、グランデマルシェ・クローマティックだったのだが、プチークは、ローマ帝国の歴史に興味があり、曲名を変更した。また、カナダの作曲家、編曲家であるルイス・フィリペ・ローレンドが、小編成のバンドのために編曲し、 サンダーブレイゼスというタイトルで出版したところ、サーカス公演においても演奏されるようになり、人気が出た。今でも世界的にサーカス公演における同化師の登場に使われており、他にもスクリーマースクリーマーなどの愛称でも親しまれている。フチークの楽隊は1890年にブダペストに拝見すると、フチークは自作を演奏してくれる楽隊を他にもいくつか。 見つけたが、より注目を浴びるには、多くのライバルに立ち向かわなければならなかった。フチークはより多くの演奏家を任意に使うことができるようになってから、還元楽曲の編曲を試みるようになった。フチークは1909年に再びボヘミアに戻り、テレジン王立第92不評連隊の楽隊に入隊した。当時その楽隊は、オーストリア・ハンガリー二重帝国で最も優れた。 軍楽隊であった。フチークはこの楽団とともに、プラハやベルリンに演奏旅行を行い、総計1万人以上の聴衆を集めた。フチークは1913年に結婚して、ベルリンに教科前、そこで自前の楽隊と楽譜出版社を結成して、自分の作品を売り出そうとした。だが彼の人生は、第一次世界大戦の勃発とともに曲がり角に来ていた。 戦時中の貧窮の下で商売は頓挫し、健康面も損なわれ、1916年に急病を、患い、プラハに戻るや、いなや休止してしまった。更新曲、アッティラが苦病死。ありがとうございます。